チャレンジチーム背番号3の飯塚めぐみ選手の投入です。背番号4長崎村コンバージョンゴール成功。7対0でチャレンジチームのリードです。チャレンジチーム背番号3、飯塚めぐみ選手のトライです。背番号4、高崎原コンバージョンゴール成功。14対0でチャレンジチームのリードです。you
前半終了です。マッチナンバー30ホールトーナメントファイナル、ユナイテッドシールズ対チャレンジチーム、ご覧のように14対0チャレンジチームリードです。ユナイテッドシールズ負傷による交代です。背番号6橋場玲奈選手に代わって7番岩渕彩香選手が入りました。選手のトライです。
チャレンジチーム選手の入れ替えです。6番カジキマリン選手に代わって8番北山愛理選手、9番木村彩選手に代わって10番石井桃子選手、12番天谷勇樹選手に代わって11番草野花凛選手が入りました。チャレンジチームオールトーナメント優勝です。おめでとうございます。